今回のテーマは、近代、日清戦争、立憲国家成立録です。それでは始めます。1。朝鮮政府内には保守派と改革派との対立があり、1882年に保守派がクーデターを決行。日本公使館も襲撃されたが、この事件は何？神武軍乱。2。朝鮮政府内の保守派の中心人物。太陰君。3。朝鮮政府内の改革派の中心人物であり、国王の王妃。林妃。4。朝鮮の近代化を進めようとした独立党の中心人物2人。金玉金、牧英公。5。1884年に朝鮮で独立党が日本公使と結んでクーデターを起こしたが、この事件を何という？光進事変。6。光進事変の結果、日清両軍が朝鮮から撤兵する内容の条約が結ばれたが、この条約は何か？天津条約。7。天津条約の日本側の全権は誰？伊藤博文。8。天津条約の申告側の全権は誰？李鴻章。9。福沢諭吉の論説の中で、アジアを捨て、欧米列強側に立つべきことを説いた。これは何？脱亜論。10。1894年、農民反乱が起こり、排外的な民族宗教団体と結びついて各地に波及した。これを何という？甲午農民戦争。11。農民反乱により、清国軍と日本軍が朝鮮に出兵し、両国間での戦いが勃発。これを何という？日清戦争。12。日清戦争で、両国間で締結された講和条約。下関条約。13。日清講和会議の日本側の全権2人は誰？伊藤博文、陸奥宗光。14。日清講和会議の申告側の全権は誰？李鴻章。15。下関条約で清国は朝鮮について何を認めた？独立国であること。16。下関条約で清国は日本に対して領土の割譲を認めたが、ロシアなどの圧力で返還したのはどこ？遼東半島。17。下関条約で日本が清国から割譲され、植民地支配したのはどこ？台湾。18。下関条約で日本が清国から割譲された小さな島々はどこ？澎湖諸島。19。下関条約での清国の日本国に対しての賠償金の支払いはいくら？2億テール。20。下関条約で清国は4項の開港を認めたが、それはどこ？佐志、重慶、蘇州、甲州。21。下関条約調印の6日後、ヨーロッパの国々が日本の獲得地の一部返還を勧告してきたが、これを何という？三国干渉。22。三国干渉を行った三国はどこ？ロシア、フランス、ドイツ。23。三国干渉で日本に返還が要求された地域はどこ？遼東半島。24。
日本国民は両党半島の返還を屈辱と感じ、中国の孤児を合言葉にしてロシアへの敵外心を高めたが、この言葉は何？臥薪嘗胆。以上が近代、日清戦争、立憲国家成立録でした。次回は、近代日露戦争、国際関係1です。お相手はヨウムちゃんでした。以上です。それではまた来週。